は2024年10月20日ですね。10月20日になります。日曜日です。昨日岡本一郎トーク&ライブ2024半世紀の半世紀というのを終えましてですね、たくさんの方々ご来場いただきまして本当にねありがたかったんですけれども、午前中ちょっとぐったりしてましたけど、ちょっとそこそこ家のあたりはね天気が良かったんで、これはちょっとね湯沢でも行こうかっていう話でですね、出てきましたが、現在この新潟県湯沢町はですね天気があんま良くないといった感じでございます。高速道路でひとっ飛び1時間弱でしょうかね、到着しました。とりあえず湯沢インター降りてですね、苗場方面目指そうと思います。紅葉ちょっとまだ早いかも分かりませんが、ね、今ね色づいた割引2080円ですね、山々を見れたらいいかなと思ってね、空いてればドラゴンドラとかね田代のロープウェイなんかもちょっと乗ってみたいなと思っているんですが、どんな状況か分かりませんが、とりあえずね、高速道路湯沢インターを降りまして、国道17号線で群馬高崎方面ですね、苗場方面、辻樽中里岩っ原方面ですか、これ行こうと思います。これねドンツキが17号線ですね、曲がってきますよ。ここからは結構ね山道を登っていきます。苗場方面ですね。とりあえず苗場目指しましょう。見えますかね、これ上道路脇の温度計、なんと今日10度ですよ。むちゃくちゃ寒いですね。なんか急激に今日はねやっぱ気温が下がってですね相当寒い。だから今日裏着物バカ着てきましたよ。家の付近もね相当寒かったんで、この右側はねリゾートマンションなんでしょうかね、すっごい高い建物があります。はい、さらにね山の方へ登っていきますよ。山の色づきいかがですかね。思ったより染まってたね。ちょっと雨っぽい感じになってきちゃったんでね、残念ではありますけど、せっかくだからね。でもこんな感じの時って割と空いてたりする可能性があるからね、せっかくだから。でもドラゴンドラとあとロープウェイも乗りたいね。ロープウェイ乗りたい気持ちがあるけど、山これねでも雲の中でガスってるかもしれないけどね、でもそんな時は今までね、撮影したことなかったから、そんな映像も撮れたら逆にいいんじゃないかなとは思ってるけど、それは晴れてた方がいいっちゃいいんだけどね。結構この辺は染まってきてますね。一旦ねちょっと田代のロープウェイ様子見に来ました。こんな感じ、思ったより車はたくさん止まってますね。向こう行くと代理になっちゃうのか駐車場が。とりあえずやってるんだけどね、どうしようか。田代のロープウェイどっちも乗りたい気持ちがあるんだけど、そうだね、ロープウェイの姿は見えないけどね。ドラゴンドラもやっぱり行ってみようかな。今ちょうどねゴンドラが、ゴンドラじゃねえや、ロープウェイが出てきますね。神楽、田代、わーでかい、スカスカだね、全然人乗ってないよ今ね。これ分かりますかね、ロープウェイが今とりあえず人はすごい少ない。田代、神楽、ね、ロープウェイこれに乗って上に行って歩いて、ドラゴンドラの方に向かってもいいし、ドラゴンドラで上がってこれで降りてきてもいいというね、そういったルートを選べるみたいだね。はい、外はめちゃくちゃ寒いですね。田代のロープウェイ乗り場からね車で 2,3 分でしょうかね、上がってきたところに、これ二重ダムですね。確かこの二重ダムはドラゴンドラとかから見えるんじゃなかったかな。ロープウェイはね今ここではあれかな、あれがロープウェイなのかな、今通らないけど、ロープウェイからこのね二重ダムよく見えるかもしれないね。すごく大きなねダムがありますよ、水力発電のダム。なんで水がこんな緑なんだろうね、すごい。水が綺麗だね。はい、これからですね、ドラゴンドラ乗り場にまずは行ってみようかなといったところでございます。はい、これがね田代のロープウェイ乗り場になります。ロープウェイで上に上がってロープウェイで帰ってくるパターン、それでロープウェイで上がってちょっと歩いてドラゴンドラで向こうに降りてバスでここに戻ってくるパターンと、ドラゴンドラの乗り場に行ってドラゴンドラを一往復するか、ドラゴンドラに乗ってそして上から20分ぐらい歩くらしいんですけど田代ロープウェイで帰ってくるか、そういったね、何パターンかあるんですけど、
まあドラゴンドラに関してはこのロープウェイは僕乗ったことないからわからないんですけど、ドラゴンドラはね上り線の方がね迫力あるんですよね。ぐわっと下るところがあるんで、なんでね、なんでこの、苗場の方に向かう無料のシャトルバスに乗って苗場の方に行って、そしてですね、ドラゴンドラに乗ってロープウェイで下ってくるというコースを選択しようかなと思います。苗場行きのですねこの無料のシャトルバスに乗りました。路線バスのタイプですね。何年か前に乗った時は越後交通だったけど、今回はこれ違うかもしれないね。どこのバスだったんだろう。あ、これも越後交通なのか、南越後観光わかんないけど、はい、シャトルバスがねようやく発車になります。20分に1本このシャトルバスが出てるみたいですね。で苗場のドラゴンドラ乗り場まではね、苗場のあのホテルのところからはバスまた乗り換えてね、別のバスに乗り換えてドラゴンドラ乗り場に行くような感じになりますね。はい、無料のシャトルバスに乗ること10分くらいでしょうかね。苗場プリンスホテルが見えてきました。こちらの方でねまた別のバスに乗り換えになります。すぐいるといいけどね、接続。外はね結構あいにくの天気ではありますが、どうだろうね、山の上の方はね。これシュネっていうの、苗場に到着です。はい、南越後観光バスありがとう。こういうカラーなんだね、全然越後交通と違うカラーなんだね。はい、では行きましょう。まずはエントランスホールでねチケットを購入します。はい、共通チケットはですね3800円なんですけど、このね西武のねプリンスクラブ会員があるとなんと300円引きなんでね、それで買いました。3500円ですね。年々高くなりましたね。前回の動画確か2600円だったような気がするけど、1200円も上がったってこと、恐ろしいですね。そしてここからシャトルバスに乗りますよ。シャトルバスに乗っていきます。はい、次はプリンスのバスでね、ドラゴンドラ行きのバスに乗ります。プリンスのバスになりますね、マイクロバスって感じ。はい、ドラゴンドラ行きのマイクロバススタート。おお、ああいう観光バスもいるんだね。観光バスパターン、基本的にはここのね、台場のねこのポリフィリプリンスホテルからドラゴンドラ乗り場まではこのプリンスのねバスが基本的には走ってる。あ、これ別のバスも走ってるみたいだね。長野ナンバーのバス、あれはまあ観光かもね、別のね。久々のドラゴンドラ見えてきましたね。観光バスがそうですね4台来てますね。プリンスのマイクロバスありがとう、行ってきますよ。はい、まあちょっと天気には恵まれませんでしたけど、ちょっとワクワクしますねやっぱりね。はい、これからね乗り場の方に行ってみたいと思います。こちらがね苗場田代ゴンドラ、こんなに人が並んでないのは初めてかもしれないね。ガラガラって感じですね。はい、乗ってみようかなと思います。はい、こちらから乗ります。これはほんとガラガラですね。いやーすごい。うわ、ただいまの気温1度だよ。上着をご持参ください、寒い。はい、チケットに穴を開けてもらいました。はい、乗り込みます。はい、全然、はい、誰も相、席にはなりません。はい、乗車しましたよ。35番のゴンドラに乗りました。これ順番通りじゃないんだよね、だって前のさゴンドラが26番だからね、バラバラ。はい、自動で扉が閉まります。いやガラガラなんだね、驚きましたね。ちょっとまあ雨っぽいからねしょうがないですね。はい、いざスタートです、レッツゴー。急に速くなるね、急に速くなる。わあすごい、なかなかの結構迫力。これもう戻ってこないからね、行きだけ楽しむ感じになりますね。帰りはね、田代のロープウェイで下ります。観光バスがねこう見えてますよ。山の紅葉に関してはね、まあ、若干時期尚早という感じはありますけれどもね、これ、確か11月4日までねやってると思うんでね、ぜひね
この後どんどん良くなっていくと思うんでね、晴れた日でも皆さん犬をね行ってみてもらいたいところでございますね。ちょっと3800円若干お高めですけどね、あのその日のその日でもね、あの西武のね、プリンスクラブ会員って簡単に入れますからね。あれクレジット機能とかついてるカードではないんでね、簡単にタダで作れるんで、それでねちょこっと書いただけでね、あの一人300円引きになるのは大きいと思うんでね、ぜひね皆さんもそれお試しいただければなと思います。場所によってはね、かなりいい感じに色づいてるものもありますね。周りの山々はこんな感じ。まあもっとね、ガスってるかな、雲の中かななんて思ったけど、思ったよりもね、うん、まあ視界はクリアといった感じ。はい、前回の動画ね、遡って動画見てみたら2021年のものだったんで、まあおよそ3年ぶりぐらいに来るような感じになりますね。値段が結構上がってたのはちょっと驚きでしたけれども、でもなかなかのね、まあ、絶景というかね、面白いコンテンツになりますね。非常にまあ長い距離をね、こういった、まあ、空中散歩のような感じでね、登っていくような感じ、非常に面白いですよ。おお、この辺はいい感じに色づいてる部分がありますね。何年か前はね、もう全然もうさ終わっちゃってて葉っぱもなくなっているような時もあったけど、今回まあね、まあ早いくらいがなかなかいいのかもしれないですね。はい、まあこの辺もね結構いい感じに色づいてはきてますよね。うん、なかなか見応えあります。このガラスがちょっと青いからね、ガラス越しだとちょっとね色がくすんで見えるかもしれない。そしてですね、一番のポイントはですね、ここになりますね。絶景ポイント、支柱の数で言うと、35本あるうちの13番目からね、13、14とかね、この連続で支柱が重なってるところ、ここがねすごいわけです。これ一気に下りますよ。これ怖いっちゃ怖いんだよね。怖いっちゃ、これわかるかな、この臨場感というかね、ものすごい角度でここから下っていきます。ここがなかなかねすごいで、このこれがまあ下り線だとね、あんまり味わうことができないですよね。あの逆に戻ってくるときはね、この怖さとね、この迫力っていうのがねあんまりないんですよね、上りだとね。そしてこれ一気に下っていくとね、川が流れてるんですけど、川スレスレのところまでね降りていきますよ。これがなかなかの見どころっては見どころですね。すごく綺麗な水が流れてるね、川になります。すごい高低差でね降りていきますよ。ちょっとね映像越しだとね分かりにくいかもしれないですけど、これ相当な角度でね一気に下る感じ。はい、そして降り切ったところですね、まあ、この辺が多分一番低いあたりになると思うんですけども、川が流れていて、この川の水が本当にまあ綺麗、もう透明度は高いですよね。すごいね、わかりますでしょうかね。本当に魚が泳いでたりするのも見えるぐらい、見えない、見たことないけど、すごい。これがなかなかね、まあ好きな部分ではありますね、ドラゴンドラのね。すごい。まあこれ普通にねスキーシーズンになるとね、普通にスキー用のゴンドラとしても稼働してるんでね、そういった時期に来たことがないんでね、それもちょっとなかなか経験してみたいなという思いはあるね。紅葉はなかなかのもんですね、本当に。まあちょうどいい時に来れたかもしれないね。うん、そしてこれまたね一気に登っていきますよ。はい、川を見ながらですね、そしてこの断崖絶壁のですね紅葉を見ながらですね、一気に登っていくような感じ、すごいですよね。わー、これはいい感じに色づいてますね。それでもね、うわー綺麗だね。アップダウンがねなかなかねスリリングで面白いですよ、とってもね。いつもはね往復で乗ってたんですけど、まあ今日はね初めての、田代ロープウェイで降りるっていうねコースを選択してみました。値段は同じ、どちらを通ってもいい感じになりますね。はい、そして二重湖ですね、二重湖が見えてきましたね。二重湖、先ほど行ってきたと思ってかな、いやそれじゃないのかな、これ
二重ダムからはねドラゴンドラ見えなかったんで、またちょっとこれダムの上流の方になるかもしれないね。もう水はほらなんであんな緑なんだろうね、本当にもうバスクリン張りの感じのねグリーンですね。はい、これが直に見た感じになりますね。ちょっと風切り音が入っちゃうかもしれないけどね、ガラスがね、ドラゴンドラのガラスがねかなり青いんでね、だいぶちょっと色がね、あの現実とはね、なんつうのかな、青っぽく映っちゃう部分があるんだけども、これめっちゃ寒いんだけどね、風が入っちゃうんだけど、実際にねガラス越しじゃない感じで見た様子ですね。素晴らしいと思いませんか。なかなかのね色合いですね、いい感じに色づいてたんでね、本当にまあちょうど良かったといえばちょうど良かったですね。うわー綺麗。ちなみにガラス越しになるとね、ちょっと青っぽい感じこんなになっちゃうんですよね。はい、今このねサンルーフみたいなのちょっと開けた状態、この隙間から撮ってましたね。はい、そしてまた一気にね下っていきます。まあ相当なね、まあ高低差でね登ったり降りたりねしながらですね、山頂の方に向かうような感じになります。すんごい長い、多分ね何キロだったっけな。はい、そしてですね絶景ですね。二重湖見えてますよ。すごい。いやこの辺りもね本当に絶景ですね。まあ本当これおすすめですね、本当に、いつ来てもまあいいなと思える、ね、乗り物ですね。面白いですよすごく。この辺りなんかも本当にいい色合いですね。まあ上に行くほどねより色が染まってるというか、高いところから寒いところからね紅葉は始まりますからね、おそらくね。なんでまたかなりこのね山頂に近くなってくるとさらに色づきが良くなってきますね。はい、間もなくね山頂付近になってきたんですけど、この辺からね雲の中に入るんでしょうね。これ雲の中に入るんだね。はい、ガスってますね。ただここまでね、ほぼほぼ全域でクリアな視界だったんでね、まあ良かったかなといったとこですね。はい、35分の30、あと支柱は5本になりますね。もう間もなく山頂といったところ。ちょうどね山頂付近はまあ雲の中に隠れるといった感じで、ちょうどねガスってる感じになりますけれども。まあ非常にね景観は最高ですね、まあこれから、まあ、11月4日にかけてね最終日にかけてねどんどん色ついてだんだんね葉っぱも落ちてきちゃうんでね、まあそれなりにいい時に来れたっていうね感じはあります。まもなく山頂見えないけどね、まもなくそうだね駅舎が見えてくるかな、ちょっと真っ白になっちゃったけどね、そういった感じになります。はい、頂上付近はですねもう次のゴンドラが全然見えないぐらいね濃い霧に包まれてます。多分もうすぐそこが山頂駅なんだけどまだ見えないね、もうすぐそこだと思うんだけど、でゴンドラもね次のゴンドラが、まあ、やっと見えるかって感じかな。ギリギリちょっとあのシルエットが山頂駅見えてきましたね。まもなくゴールです。山頂は濃霧ですね。濃い霧に包まれています。これはこれでまたね、なかなかまあ見れない経験ではあったかもしれない。今まで毎回快晴だったからね。まあこういう時もあるということでですね。はい。まあ下の方はね、全然クリアだったんでね。まあまあ、景色はね、空中散歩十分に楽しめたかなといった感じですね。はい。間もなく到着します。お、なんかでも山頂はまたね、急にクリアになるんですよね。うわー、賑やか。キッチンカーとかね、まあお店が出てたりしますんでね、非常にまあ山頂は賑やかです。お、なんか山頂到着したらまた霧がかかってないんでね、ほんとあの一部分だけだね。はい、到着です。楽しかったです。はい、35番のゴンドラ、ありがとう。めちゃくちゃ楽しかったです。山頂はガスがかかってなくてですね、驚きですね。はい、こんななんかほら笑う跡が今までなかったですよね。僕も久しぶりに来たけど、ほら龍天様あります。そして
ですね。キッチンカーがね、車で来れるんかいっていう感じのね、キッチンカー。あれはプレハブになりますね。あとテントですね。焼き芋焼き団子、豚串焼きがあります。おしるこ豚汁、あとはね、クレープがありますよ。あと美味しいコーヒーが飲めるね、場所もあります。はい。そしてですね、今まではこれ動いてた時はなかったと思うんですけど、フード付きの4人のリフトが動いてるんですよね。外はめちゃくちゃ寒いですよ。1度ですからね。いやー、もう本当にあわよくば氷点下って感じ。そして毎年このね、山頂のレストハウスですね、アルム、これ営業してます。甘味そば、なんかあとうどんなんかもあるとこですね。今までだいたいね、なんだっけな、舞茸うどんとかを食べてたんですよね。今年はあるかどうか、せっかくなんで、まあ、今お昼なんでね、12時53分ですね、食べていこうかなと思います。はい。ちなみにこのね、パノラマリフトはね、別料金になります。往復で1600円ですね。自動券売機で買うみたいですね。今日はちょっと寒すぎてね、ちょっと耐えられないんでね、今日はやめておこうかなと思いますけどね、もっと晴れてる時があったらね、こう行ってみてもいいかなと思います。はい。あの展望台はね、毎年まあね、開放してるといった感じですね。リフトもちょっと乗ってみたいけどね。この先ね、帰りはほら、田代のロープウェイで行くんで、田代のロープウェイちょっと上り坂らしいんですよね。そこをね、普通のリフトでね、登っていく感じならしいですね。そのリフトはね、この共通券で乗れるみたいですね。まずはでも腹ごしらえですかね。はい。中は結構混んでるけどね。お、アルプスうどんあるの？何これ、うどんの布団、ま、真似じゃん、真似じゃん。アルプスカレーうどんチーズ入りがあります。ハイジカレーうどん、舞茸うどん、舞茸そば、天丼、けんちんうどん、けんちんそば、いろいろありますね。せっかくだからアルプスうどんにしようかな。あ、でもハイジカレーもうまそうですね。はい。こちらがアルプスうどんになります。チーズ入り。3種類ぐらいのチーズを入れてましたね。パルメザンとなんかこう、引くような感じ、ミルで引くようなチーズとですね、もう一個チーズもなんか乗せてた、2種類かな、2種類かもしれない。これ、まあ、1300円、まあ、ちょっとお高めではありますけどね、早速いただいてみましょう。はい。外のいい眺めを見ながらですね、窓際の席で早速いただきます。1300円、舞茸もそんなもんじゃない、舞茸の方がよっぽどなんかでもいい感じが、コスパがいいような気がするけどね。いただきます。でも美味しいです、体が温まるね、うん、美味しいです。はい。アルプスうどん、とても美味しかったです。腹ごしらえ完了したので、これからですね、はい、歩いてですね、あと途中ね、リフト乗りますよ。リフト乗ってですね、田代のね、ロープウェイ乗り場、降り場か、行こうと思います。山頂駅にね、向かいますよ。散歩カートというのがね、この、まあ、ゴルフ場のカートですね、貸し出してるみたいですね。1台20分2000円、私はですね、徒歩で向かいたいと思います。はい。田代ロープウェイまでは 700m、 25分かかるそうです。まあ、700m 大したことないけどね、上り坂だからかな。はい。ドラゴンドラからはね、今5分ぐらい歩いてきたところになりますね。まだまだ先は長い。はい。楽々リフトに向かっていくとね、下り坂になっています。その先にはね、湖見えてるんですよね。また深い、二重湖とは別のね、湖だと思うけど、結構大きなね、まあカルデラなのかな。そういったこのね、山頂の方にね、湖、大きな湖がありますね。まもなくリフト乗り場になりますよ。このね、楽々リフトに乗って、あれが多分ね、ロープウェイの山頂駅だと思うんだよね、おそらくね。はい。これも10分ぐらいゆっくりなリフトらしいですけど、10分ぐらいかけてね、結構ね、降りてくる人いますね。降りてくる人もいます。登ってく人もいるんだけど、外は激寒。これがまあゲレンデになりますね。ゲレンデ。それではリフトに乗りますね。15時45分までね、動いてるみたいですね。はい、乗りました。
なかなかね、雪ではないね、こう冬ではない時のリフトっていうのはなかなか普段はね乗れないものなので、ちょっと面白いかなといったとこですね。うん、怖いっちゃ怖いけどね、若干ね。まあかなりゆっくり登っていくようなリフトになります。リフトからの眺めもなかなかのものですね。はい、白樺の木が結構たくさんあるかなといったとこですね。はい、まもなく山頂駅に到着になりますね。まあそんなに、まあね、結構あっという間といえばあっという間でしたね。ですぐにねロープウェイのね乗り場があるんでね、まあ、非常に助かるリフトになりますね。到着です。楽々リフトありがとう。階段で降りるような感じですね。はい、ちょうどねすごいもうぎゅうぎゅう満タンのですねロープウェイが到着ですね。あれに折り返し乗るような感じになりますね、おそらくね。今到着したねこのロープウェイに、ね、多分折り返し乗るような感じになると思うんですけど、00分20分40分ですね。毎時、まあ、1時間に3本ね出発するような感じになりますね。ちょっと待機ですね現在は。はい、そうですね、あと10分、ではロープウェイに乗り込みます。2分前ぐらいですね。お邪魔します。すごい、そこが見えてんのこれ。すごい、アバフライヤーじゃん。あ、ちょっと視界は絶望的ではあるけどね。いやいや、こんな感じ。でもこの山頂やっぱり染まってますね。いい色に染まってますよ、なかなか。はい、田代ロープウェイお待たせいたしました。山頂駅を発車いたします。本日は田代ロープウェイにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。綺麗だね。このロープウェイは全長2170メートル、高低差611メートル、山麓駅までの乗車時間はおよそ10分となります。途中2本の支柱を通過いたします。通過の際に揺れる場合がございますのでご注意ください。瞬間的にね日本一のこう夏の高さを誇るというねロープウェイと言われています。わあ、全然違う、絶望的。この下は曇っちゃってるね。ギリギリ、そうだね、見えてきましたね。下界の方が見えてきましたよ。わかりますかね、ズームアップ。おー、晴れてきた。そうだね、山頂のあたりだけだね。山頂のあたりだけが非常に、まあ、天気が悪いんですけど、この辺から抜けた感じ。うわ、すごい絶景、いい眺め。うわ、すごいね。ちょっとね、ガラスに水滴がついちゃってるけど、なかなかの絶景ですよ。すごい高さ、すごい怖いぐらいだね。多分ここからが瞬間的にこの支柱を、ね、この支柱を過ぎたあたりが多分ものすごく高くなってるところだね。高さ、相当な高さがありますよ。僕高所ね恐怖症ではあるからね、若干怖い気持ちがある。おー、すごい、ほらダムが見えてるよ、スタイダム。最大出力160万キロワット、日本最大級の揚水式水力発電所でございます。発電所内の体験型施設、オッキーミュージアムでは、本物の発電設備をご覧いただけます。進行方向右側に見えます、エメラルドグリーンに輝く湖が不太湖でございます。ただいま、ロープウェイは地上高日本一を誇る230メートルの上空を通過しております。
ロープウェイ内には2カ所のシースルーの床があり、地上230メートルの高さを真下に感じることができます。上りと空っぽで行くね、空っぽで行くね、スライド空で行ったね。すげー眺めですね。やっぱこのコースもすごいいいですよ。初めてだけどね、いつもドラゴンドラで往復しちゃってたからね、今日はちょっと変わり種でですね、リフトに乗ってみたり、こういうのね、ロープウェイに乗ってみたりしてね、ちょっとかなり楽しんでますけど、このコースも本当におすすめではありますね。三六駅、出口より右手約50メートルでございます。今回の便14時20分発車予定でございます。三六駅に到着になります。あっという間でしたね。10分間のね、空の旅、非常に楽しかったですよ。これが面白かったね、知らなかったですね。非常に楽しかったです、ありがとうございました。どうも。結構ね、年季入ってる感じがあるね。でも楽しかった。プリンスホテルありがとう。はい、いかがだったでしょうか。秋のですね、紅葉を見るツアー、空中散歩、非常にね寒いです。だって1度とかだよ、1度山頂。いや、今日はね、特にまあここ数日の中ではやっぱり急激に気温が下がりましたね。本当に寒い。多分北海道とか雪だよ、多分これ。そんな感じでした。でもまあ久々のね、まあ、3年ぶりぐらいのドラゴンドラとね、田代ロープウェイ、本当楽しかったですね。これおすすめ。11月4日までねやってるみたいなんで、ぜひね、はい、これからどんどんね色づきがどんどん濃くなっていってね、真っ赤に染まる、ね、山々、非常に綺麗だと思います。あとね、下に見える川だとか二重湖だとかもね、すっごい見応えあるんで、ぜひね皆さんもお誘い合わせの上、ちょっとね、まあ年々お高めになっちゃってね、ちょっとびっくりな値段ではありますけど、ぜひあのプリンスクラブ会員入っていただいてね、はい、300円、一人300円引き、かなりそれも大きいと思うんでね、でまあ山頂のレストランでね食べるのもよし、はい、まあ食べ物持ってってもいいと思いますけど、非常に今楽しい、ね、紅葉のね、せっかくのね、いろんなところでね、これからも見ていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録、グッド、評価、コメントなど入れていただけると非常にありがたいと思います。はい。またね、この後また湯沢なんかもちょっとね、駅なんかも寄って楽しんでいこうかなと思っております。はい。またね、別の動画も撮れたら撮ろうと思いますので、次の動画もぜひよろしくお願いします。ではでは、はい。チャンネル登録、グッド、評価、コメントなど入れていただけると非常にありがたいです。というわけでここまで、ちょっと長くなりましたが、動画ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。